ちょっとその鉄の七輪をネットでもうちょい調べつつ、ちょっとじゃあそれ七輪探しします？したいですね。なるほど。とりあえず見つけたっていうね、その七輪、ザ七輪。はい、それどんなやつなんですか、ちょっと見せてもらって。これです。バーベキューには昆布よりも進化系の七輪が便利。お、あ、でもそこに書いてありますね、アウトドア七輪を持っていくには重い、割れる可能性があるっていうのは確かに。これ、うん、重かったですよ。そうですね、この弱点を克服できる。お、進化系の七輪がある。三和金属さんのザ・七輪。なるほど、面白い。本物の七輪みたいですね。そうですね、普通の七輪はこの軽装土という素材で作られているんですけど、はい、軽いらしいです。なるほど、まあ、確かにあの七輪重いですよね。重いわ。3キロ強あるじゃないですか、七輪重っ。でもこれはほぼ半分のおよそ 1.5 キロ、ちょっと重いパソコンぐらいですね。そうですね、非常に持ち運びも苦にならない。正直あの七輪を台車で運ぶのが重くてしょうがないですね。毎回落としちゃうし。きちんと結んだ方がいいと思うんですよ。ちょっと結び方が甘いんじゃないですか。甘かったですか。焦った。あれは先生があのきちんと紐で結ばなかったってだけの話ですけどね。ああ、中もちょっと普通な感じですね。ね、じゃああれですね、塗料を落とさなきゃいけないなんて必要ないんですね。素焼きっていうのをやんなきゃいけない。何ですか素焼きって。内側にあるこの塗料っていうんですか、このまま焼いちゃうと匂いが食材に移っちゃうらしくて、おこれをなくすために素焼きをして匂いを取る。つまり結構その落としたら割れるっていう恐怖があるんですよ、うん、それがその心配が一切ないっていうのはでかいですね。で、まあ、このくぼみの部分に炭を入れていくらしく、はい、この画像を見るとこのこういう綺麗な形してるんですけど、今の僕らが使ってる炭って結構不揃いじゃないですか、大きさが。これ用に新しい炭を買わなきゃいけないかもしれないっていう。いや、とりあえずあの今の炭使ってください。使わなきゃいけないですかね、2キロとか3キロありますからね。そうなかなかな数ですから。そうですかね、ちょっとそれは頑張ってやっていただいて、なんとか形を整えて、ちゃんとやっぱりあれですね、ロウ入って書いてありますね。そうですね、開けるとこの辺も分かりやすいですよね。ちゃんと書いてくれてるんで、早く火起こしをしたければ空気をとにかく送ると。あ、じゃあ焼き始めたらもうロウでいいんですね。そうですね、我々これあれでしたね、こういうのを勉強してから行くべきですね。ちょっと見切り発車がありましたね。それは失敗するわっていう。ちょっと今これを今欲しいなと思っていて。なるほど。で、最大の僕たちのその懸念点、はいはいはい、ここですよ、この下の後片付けが楽っていう、まあ、書いてますね。一般的な珪藻土の芯は水に弱く、はいはい、丸洗いすればひびが入るかもしれない、うん、これは丸洗いというか洗うことができます。これ良くないですか。いいですね。どうですかこれ。いや、いいと思います。買うのいいですよ。値段おいくらなんですか。値段はですね、値段ですよ。はい、1万円を切りますね。1万円、おいくらですか。8980円。はあ、鉄の台よりも高いんですねこれ。あれ鉄の台いく4000円ですね。4000円でしたっけ。一番高いのは何ですか。マルチスタンドプラス。あれが一番高いですか。4400円。ああ、なるほど。3000円ぐらいですか今使ってる七輪。七輪あれ2900円とかそのぐらいですね。これ先生高くないですかこれ。でも配送料無料ですからね。配送料無料ですけど、まあ別にこれはまあいいです、わかりました、はい。こういう似たようなものはないんですか他に。似たようなのがちょっとまだちゃんと調べてないんでわかんないですけど。8900円は高くないですか先生これ。はい、そうですかっていう値段じゃないですよこれ。でも時間はお金で買うっていうあれで言うと、ちょっと調べてみますか。調べてみます。
これも七輪っぽくないですか。本当だ。2580円ですよ先生これ。でも何ですかこの値段の差。これでもどうなんだろうな。何がご不満ですか。値段安いし同じなものなら別に結構なことじゃないですか。でも一生ものですからね、七輪はって言ってもう2代目ですけど。一生もの七輪だって2代目でしょ。そこケチってどうすんだっていう。本間製作所のところでちょっとホームページで見たらいいんじゃないですか。あら先生ほら右下の方にも七輪亭っていうこれですか。あらこれ良くないですか。これも七輪ですよ。これは本当に焼けんのかな。七輪だから先生本間製作所のページへ行ってくださいって言ってるんですよ。だからあそっちのメーカーのメーカーのそこ行くのが一番良くないですか。本間製作所へ行くのそうですか。ああ薪ストーブとか煙突とかバーベキューコンロとか作ってる。これは本格的なところのメーカーっぽいですね。燻製バーベキュー、まさにそうですね。なんとなく出てきたんじゃないですか。卓上コンロ、来た。水コンロっていうのもありますね。あ、来た、七輪、ほら、先生七輪ですよ。割れないスチール製の軽量七輪って出てきました。ほら、2200、品切れ中ですね。あ、品切れ人気なんだな。品切れ中か。あ、もう一個ありますよ。それがさっきの七福里最初、先生が一番最初。こっちはなんか少しおしゃれっぽいですよね。あとなんかサイズが小さいかもしれないですね、もしかしたら。重さ2キロ、重さ 2.4 キロ。この水コンロって何なんですかね。下に水入れて、焼肉屋さんみたいなイメージじゃないですかね。そういうことか。今すぐ購入できますよ、ほら、モノタロウとか。もうちょいよく見てみましょうか。はい。アリのブログ。お、来た。おお。なんかものすごくシンプルな。シンプルですね。へえ。実際に焼いてる感じではないですね。誰か使ったりしてる人はいないですか。あ、これはあっちの方ですね。あの七福林の方ですね。七福林の方。あの下に先生水入れるんじゃないですか。水を入れるんですね。それが水コンロか。なるほど。じゃああの上あれですね、炭を置ける場所はちょっとちっちゃいですね。そうですね。この部分に入れるってことですよね。そうですね。なるほど。焼いてはいないけどこういうふうに、ね、こういうこともできると。おお、そうそうそう、いろんな用途があるんですね、うん。あ、ちょっと今のページ戻してもらっていいですか、先生。今使ってる方のコメントが出てますね。これ金属製七輪は軽装度の成形七輪と違って炭の消費量が多いようですね。炭を置く部分の体積だけで単純に考えても2倍3倍以上の炭の消費量なんじゃないかと想像しました。なんか意味がよくわかんないけど金属は消費が激しい。激しいんですね。いい面も悪い面もあるんだ。ちなみにあの一番先生が最初にあの出したザ七輪、はい、あれはサイズはどれくらいなんでしょうか。ちっちゃいんだよな、なんか見た雰囲気が。径29センチ、高さ19センチ、重さ 1.5キロ。ちょっとあれですね、低いですね。小さいですかね。ちなみに七輪亭は幅が24の高さが28センチ。そっか、炭がちょっと見てください。塩4号練炭業って書いてますよ。と炭木炭使用かって書いてますよ。4号練炭って何ですか。ちょっと調べてみてください。あの練炭自殺するよくやつですね。あ、家庭用の練炭は一般的に使われているやつってことですか。キャンプとかで、はいはい、別に特殊な炭を使うわけではないってことですよね。炭も使えるし練炭も使えるっていう意味では幅広いってことじゃないです
うんうん、レビューはどうなんですか。今 Amazon の七輪亭で見てるんですけど、まあ評価はまあまあいいですよ。まあ、レンタン仕様に最適って出てますね、今ね、やつ一晩燃焼するレンタンが使えると判断し、レンタン仕様にできると。もちろんレンタンでない炭を使っても大丈夫です。そうですね、軽くて良いって感じです。空気の流れが良いのか火がつきやすいです。へー、出た、後片付けが楽ですって書いてます。ここですね、重要な。炭を取り出してしまえば冷えるのも早いし、日帰りのアウトドアには便利です。ここですよ、これですよ先生。あ、1個マイナスはそのままでは鍋などを置くと安定しないので網が必要ですが付属していない。網はあります。うん、網は2つありますから。買いましたね。それは網入ってますよ。網付きだったんですね。え、これ網付きなんですか。あ、小型網付きって、無駄買いしましたね。マジで網買う必要なかったですね。重いっていうところもちょっとネックな人が意外と多いんですね。重いのでこれを買いましたって方もいましたね。ちょっと我々が懸念しているところはことごとく皆さんが言っていただいてますね。そうですね、ちょっとこれいいんじゃないですか。これにしますか先生。僕的にはザ・七輪が最初押してたんですけど、いろいろ情報を見ていく中で、まあ第1号にはかわいそうですけど、まああれはあれでね、はい、なんか本当に今後ですよ、例えば泊まりでキャンプに行った時なんていうのは別にあれ使えばよろしいわけですから、うんうん、まあ、2台併用もできなくないですね。そうですね。じゃあこれ購入ということで、購入で、はい、じゃあ先生購入お願いします。はい、カートに入れるでいいですか。はい、どうぞ。いやまさかこんなにすぐ2台目買うとは思わなかったですね。これがまあ届いたっていう前提で一度炭を入れて焼いてみたいですけどね。なるほど、炎上させてみたいですけどね。で、前回失敗した火付けも、はい、そうですね、そういう反省点も踏まえ、ね、やりながらしっかりとカメラも回して、回して撮影ミスもなく、撮影ミスもなく、電池もね、購入しました。あ、購入しました、はい、やってみますか。はい、楽しみです。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。